今日は半年間咲き続けるような小花のグランドカバーを紹介するよ。ねえ、カベチョロ、顔を紫にペイントしたことってないの？え？紫？あるわけないじゃん。ナス D じゃあるまいし、何の話？まあそうよね。残念ね。素質あると思うのよね。何が？カベチョロ紫に塗って、うおーって叫んだらエヴァンゲリオンじゃない？うん、よく言われるよ。うおー！何してんのよ、まったく。違うのよ。エヴァンゲリオンってまた映画やるみたいなのよ。へえ、ずいぶん長く人気だね。あ、姉ちゃん、エヴァンゲリオンで思い出したけど、エリゲロンって知ってる？知らないわよ。なんで植物の話するのよ。知らないからどんな植物か教えなさいよ。うん、こんな感じ。あら、優しい花ね。野に咲く花のような素朴さがいいわね。うん、雑草扱いの空き地に咲いてるようなハルジオンなんかの仲間だからね。でもこれは背が低く広がるから、アプローチ際とかで手のかからない小花として活躍したり、のり面を花で覆ったり、用途も広いよ。花はいつ咲くのよ。そうだね、春の終わりぐらいから秋の終わり頃まで半年ぐらい咲くかな。花の長い丈夫なグランドカバーって感じだね。あら、花器の長いグランドカバーって魅力ね。そうでしょう。可愛いお庭を作りたいけど、しょっちゅう植え替えとかはめんどくさいなって場所にはぴったりだよね。これは日当たりよね。当たり。半日陰とかでも育つんだけど、暗すぎるとちょっとなんかだらーんって間延びしちゃうかな。あとこれも例によって、日当たりは好きだけど高温多湿は嫌いだから、梅雨とか伸びすぎたら切り戻してすっきりさせてあげたいね。他に気をつけることはないの？丈夫で、これ生育旺盛だから、か弱いじわじわ育つような植物は覆い尽くされちゃって光合成できなくなっちゃうから、いろんな植物を寄せて植えるっていうよりも、グランドカバーはこれ一種類と決めておけるような場所がいいね。昔植えたお庭では10平米以上ある植栽地に他の植物とともにエリゲロンを2株だけ植えたんだけど、2年後見に行ったら全てエリゲロンになってたよ。丈夫さは長所にも短所にもなるから、広がってもいいところとか特性を覚悟できる場所で植えたいね。そうね、だいたい分かったから、カベチョロはまとめてよ。うん、エリゲロンはキク科の宿根草で、花のグランドカバーみたいに使えるよ。花期が長いというのが特徴だね。植え場所は日当たりで、乾燥には強いけど多湿の群れには気をつけてね。おすすめは多く出回っているカルビンスキアヌスだね。原平小菊とも言うよ。一番のポイントは生育旺盛なところだから、こちょこちょといろんな品種を植えるような場所ではなくて、この辺りの日当たりは全てエリゲロンに任せるぐらいの覚悟とともに植えようね。でもなんでエリゲロンっていう名前なのかしら。うん、確かギリシャ語で早いを意味するエリと老人を意味するゲロンから来てるんだって。奇妙な名前だよね。エヴァンゲリオンもギリシャ語から来てんのよ。エウがいいっていう意味で、アンゲリオンは知らせって意味なのよ。いい知らせっていう意味よ。どっちもギリシャ語じゃ似てるわけね。へえ。でもいい知らせはわかるけど、早い老人って何かしら。ああ、そうだね。あ、わかった。イデラッキョだよ。なんか懐かしいわね。でも多分そうね。きっとエリゲロンはイデラッキョってことね。